大阪国際室内楽コンクールは、1993年に始まった公益財団法人日本室内楽振興財団が主催し、3年に一度開催される室内楽の国際コンクールである。第1部門は弦楽四重奏、第2部門は開催会によって異なる。賞金規模などから世界4大室内楽コンクールとも言われ、世界の第一線で活躍する団体が多数入賞している。また、毎回合わせて大阪国際室内楽フェスタも開催されており、こちらは民族音楽も含めた多種多様な室内楽アンサンブルが出場する。国際音楽コンクール世界連盟会員。当初2020年5月に開催予定だった第10回は、新型コロナウイルス感染症流行の影響により、一旦2021年5月に延期されたが、中止となったことが発表された。第1回1993年、第2回1996年、第3回1999年、第4回2002年、第5回2005年、第6回2008年、第7回2011年、第8回2014年、第9回2017年、第10回中止、第1部門弦楽四重奏、第1位。三好彰課題曲作品優秀演奏賞、オルフェウス弦楽四重奏団、第2位ボストンコンポーサーズ弦楽四重奏団、第3位、ロータス弦楽四重奏団、第2部門弦楽四重奏を除く、30奏から90奏までの室内楽。バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、トロンボーン、チューバ、及びピアノによる編成に限る第1位トリオ、ジャンポール・デロス・クインテット第2位、トリオ・ディトリの第3位アンサンブルエプシロン。ありがとうございます。